ドロール軽機関銃は1940年代後半にイスラエルでアメリカ製のジョンソン・エーム1941軽機関銃を元に開発された軽機関銃である。ドロールの名称はヘブライ語でスパローを意味する。1946年、当時のイスラエルのユダヤ人組織は自国生産の軽機関銃の開発を計画した。 1946年の終わり頃、ハガナーは、ジョンソン・エーム1941系機関銃のライセンス生産件をウィンチェスター・リピーティング・アームズから購入し、自国内の秘密製造所でドロール系機関銃を開発、製造した。彼らはまた、アメリカ国内でスクラップ状態になっていた銃の製造設備も安く、購入していたのである。 ドロール系機関銃には大きく分けて2種類のタイプが存在する。初期型のドロールは、ジョンソン M1941 系機関銃のライセンス生産型といえるもので、特徴的なフロントサイト、銃の左側面に装着された湾曲したマガジンも M1941 と同様である。ストックは M1944 のような金属製のものである。 使用弾薬は 7.7mm の303ブリティッシュ弾で800丁から1000丁がハガナーの地下製造所で生産された。後期型のドロール系機関銃後期型のドロールは使用弾薬がドイツ製の MG34 機関銃などと同じ 7.92X57mm モーゼル弾となり、マガジンはバーのものをベースに改良した箱型の20発弾装が 銃のレシーバー下方に装着されるようになった。またフロントサイトの形状も変更され、重心交換にも使用できるキャリングハンドルが追加されるなどしており、外観は大きく変わっている。生産数は初期型より多く、3000兆から4000兆程度が IMI によって生産された。1948年の第一次中東戦争でドロールが実戦に投入されたかは不明であるが、 現存する写真では使用されている例は見られない。同じ7 7ミリメートル弾を使用する、イギリス製のブレン軽機関銃やルイス軽機関銃、あるいは 7.92mm 弾を使用する MG34 は、この戦争で使用されている写真が多数、残されているため、ドロールの使用例が見られない理由は、弾薬供給の問題ではなく、中東の砂漠地域のゴミやホコリの多い環境での、 作動安定性が低かったためとみられる。1952年には、イスラエルは、ドロールョケー銃の後継として、バーの採用を決め、ドロールョケー銃は退役した。ありがとうございます。